戸田市文化会館は、埼玉県戸田市上戸田にある公設の大型文化、施設、ホール。演劇などホールとしての役割はもちろん、映画館、美術館、結婚式場としても広く利用されており、多様な側面を持つ多目的公共施設である。なお、この校では、文化会館に隣接している後谷公園についても、記述する。戸田市及び、 財団法人戸田市文化体育振興事業団が運営している。入り口正面に道を挟んで戸田市役所が斜め向かいに戸田市教育センターがあり、さらに付近に戸田市男女三角センターがある。これらとともに戸田市の中枢地区を形成している。大ホールは1200人以上の観客を収容可能な規模を持っており、たびたび歌手や 文化人などの著名人が投資説を利用して、コンサートや演劇などを開催している。その他衛星放送や NHK のドジマンなどの各種化番組の収録、放送にも使われる。1980年代以降のテレビ各局の演芸、バラエティ番組の収録、公開放送も毎挙に暇がない。また、東京近郊でそれなりの舞台規模のホールを持つ、公設や、 それに純ずる運営の公共施設では往々に見られることであるが演劇やコンサートツアーのゲネプロ会場として利用されることも多く全国の大都市の大型ホールを巡回する有名な歌手・ミュージシャンの全国ツアーでもゲネプロを同施設で実施しセットをそのまま使ってツアー初日の会場としても利用することが少なからず見られる。 これら当初を利用した数多くの著名人のサインが2階ホールに展示されている。2005年までは毎年夏に戸田市役所と当施設全近辺で戸田ふるさと祭りが行われていて、その時は大変混み合っていた。秋に行われている戸田市商工祭は現在も戸田市役所と当施設前で行われているので、その際は混み合う。また、同館主催の市民ミュージカルが 毎年公演されている。後谷公園は文化会館と隣接している公園で平日、休日ともに家族連れなどでにぎわう。付近で唯一自然が豊富な場所となっており、平日昼間には市役所勤務者なども憩いの広場として利用している。公園全体の面積はそれほど大きくはないが、大小の池には西鯉などの魚もおり、天然の芝生も生えている。また、 たくさんの木々が生えており夏の時期は多くのセミなどの昆虫も見ることができる。また、池を挟んで文化会館の日本庭園とも隣接している。埼玉県戸田市上戸田4丁目8番1号南側と北側にそれぞれ完備。南側の方が若干多く駐車可能。ありがとうございます。